皆さんこんにちは、鉄柴西慎吾です。今日はね、おもちゃレビューしちゃったりしようかななんて思っております。レビューなんてしたことないんで、温かい目で見守っていただけたらと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。今日紹介するおもちゃはこれ、 SH モンスターズスペースゴジラ福岡デスなんたらバトルバージョン、はいこれね、レビューしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ鉄柴バニシング初めてのおもちゃレビュー行ってみようと思います。お手柔らかにお願いします。ちょっとバルザックの手袋をねつけながらやらせてもらいます。 SH モンスターズスペースゴジラ福岡デシシブでいいのかな、デシシブバトルバージョン、福岡決戦バージョンですね、うん、でこの商品がプレミアムバンダイ限定で去年の11月に予約開始されてですね、で今年の3月に発売したものです。なんでプレバン限定なんでね、一般店頭販売じゃないんで、おもちゃ屋さんとか電気屋さんではね、買えないものでしたね。で価格が、定価 16,500 円ですね。 16,500 円を高いか安いかどう捉えるか、僕はちょっと高いかなって思いましたね。というのもこの SH モンスターズのスペースゴジラ、今回でね、3回目の発売なんですね。毎回ちょっとバージョンが違う形で発売してて、今回3回目なんですけど、まあ1回目2回目もっと全然安かったんですね。昨今のこのね、物価高騰の煽りですかね。こういったおもちゃもね、モンスターズに限らずおもちゃ全般も軒並み値段が高くなっております。はい、残念ですね。ちょっと箱をぐるっと見てみますか。ちょっともう開いちゃってるんですけど、はい、こんな感じ、この作品の原型師の坂井雄二さん、もうゴジラのねフィギュアの原型師といえば坂井雄二さんって言われてくるぐらいのね、すごい方ですね。ここに付属パーツのね取り付け方法が載ってるんですけどね、以前のモンスターズはね別でちゃんと説明書ってものがねついてたんですけど、まあ、これも昨今の物価高騰の煽りでしょうかね、説明書が廃止されてですね、箱に直接こうやって説明がね載せてくれるようになりました。まあ僕としてはね、説明書結構なくしやすいんでね、このまま箱に説明書き書いていてくれた方がむしろありがたいかなというふうに思ってますけど、こんな感じで、感じですね。ブリスターパックの中に入ってますね。じゃあ開けてみます。この透明フィルム、輸送機に傷がつかないようにこういったものが入ってます。付属しているパーツですね、エフェクトパーツと、まあ、これ後で説明するんですけど、戦いの際にね折れちゃったこの肩のなんつうんだろう、肩パッドじゃないけどまあ水晶のねスペーゴジの特徴的なものなんですけどね、まあまあ後で説明します。じゃあ出してみます。あ、早速手がない手がないっすね、ポロリしちゃってますね。はい、手、これあるあるなんですけどね、この可動アクションフィギュア系にあるある、たまに緩かったりしてね取れちゃうことがあって、はい、よいしょ、はい、つけました。これ多分最初から取れてたってことはまあまあ緩いんだろうな、個体差でね緩いこととかねあるんですよ。まあいちいちそこを気にしててもしょうがないんでね、あんまり緩かったらまあ不良品っつってね、返品交換のね対象になってくるかもしれないんですけどね、まあこのぐらいだったらまあそんな不良品とは言わないかな。じゃあちょっと顔から見ていきましょう。はい、いいっすね、スペースゴジラのご尊顔フェイス、かっこいい。あとでね、ゴジラと比較するんですけどね、この下顎がねちょっと細いんですよね、細くて長い、
ちょっとワニっぽい顔してるんですよね、スペゴジで。口のカードを、口がエイ開くんですね、ね、男の子はこういうカード大好きですよね、はい。で目は、大丈夫だな。結構ね、目玉の黒い部分塗装なんですけどね、ちょっと塗装が雑で目がね、あさっての方向向いちゃってるってこともね、割とあるんですけど、これは綺麗に塗装していただいてますね。頭のこれかっこいい角かなクリアパーツになってます、肩のね水晶、ここからエネルギーをね得てるんですけど、スペースゴジラこれ今回発売されるの3回目なんですね。で1回2回経って3回目で肩が怪我しちゃってるパーツに付け替えできるような仕様になったんで、よっよいしょ、パカッと、外してさっきのパーツをつけるんですけどね。なんでどうしてもね、この分割線、この分割線がね気になるっていう人もねいるかもしれないんですけど、まあ僕は気にならないかな。肩のパーツをつけれるってワンアクション、ね、増やしてくれたことすごい嬉しいですけどね、首の可動がこんなもんか、あんまり動かないですね。まあ造形がねゴツゴツしてるんであんまり動かないのはしょうがないかな。でお手手の可動、肘がこうで結構グリグリと、手首もこんな感じだけど、どうしても肩はねこいつが干渉しちゃうんで、肩はあんまりというか全然ですね上がらない。こっちには動く、反対側も同様ですね。いいんじゃないですか。ああまたやっぱ緩いな、これどうなんだろう、仕様なのかな。これ買われた方のレビューを見れたらどうなんだろう。僕のはちょっとね緩かったっすね。右の手首が気をつけて動かそう。でこの胸、なんつうんだろう、このウェッティーな感じっていうんですかね、なんか生々しいというか、ゴジラはこういうとこないんでね、ゴジラと違ったちょっと不気味な雰囲気がありますね。で下半身、この辺はねゴジラと似てるというか、もうガチムチ、ガチムチっていうのかな、これつぶとくて筋肉隆々みたいな、そんな足ですよね。足の可動は結構こうやってね分かれててパーツ、こんな感じ結構動く、はい。反対側も同様っすね。本当すごいパーツが分かれてる。で特徴的な背中っすよね、これすごいっすよね。これ桜色、春に出たから俺桜意識してんのかな背びれね、この辺もゴジラとの違いですよね。水晶になってるんですね、背びれが。綺麗な色っすね。はい、で、ああなるほど、途中まではこの別パーツ、水晶の別パーツだったんだけど、尻尾の後ろの方は塗装になってますね。水晶パーツじゃなくなって普通に、塗装されてて、で尻尾の先がこういう感じ。これ折れそうだな、折れそう夢中になって遊んでるとね、こう細いパーツ折っちゃうんすよ。すごいテンション下がっちゃうだからね、くれぐれも気をつけて。で、尻尾の可動はまあいつも通りっていうのでもね、特にバンシングのお客さんなんかはね、こんなフィギュアね、おもちゃそんなレビュー動画とか見ないだろうからね、わかんないかもしれないですけどまあSH モンスターズのゴジラのまあいつもだいたいこんなもんぐらいの感じで動きますね。
一節がね、あのボールジョイントで接続されてるんでね、すごく細かく動かせます。うん、でこうやってガーってやってる時にね、バキッといくんでね、気をつけます。はい、全体の説明はこんな感じですかね。付属してたエフェクトパーツですね、こいつはまあ乗せるだけな感じで、うん、パワーをねみなぎってる感じのね表現ができますね。うん、口なんか開けちゃったりしてね、うん、いいっすね、強そう。いや、かっこいいっすね、やっぱスペゴジー最高っすね。でさっきちらっと説明しちゃったんですけど、ここの肩のね、この水晶のパーツが今回のさね、スペースゴジラは取れるようになってて、はい、こんな感じで取れます。でさっき見せたあのダメージを負っている水晶パーツに付け替えることができます。でこの2つですね。でまあこれあのすごいシンプルな悩みなんですけど、意外とねどっちにつけたらいいか分かんないみたいな結構あるんですよね、間違えることも多くて。で今回はねすごい親切なんでね、見えるかな、 L、 この L ってね書いてあるんでね、要は左肩っすね、左肩につけてあげれば失敗なくつけれると。よ、はい、こんな感じで。でこれが見にくいけど R っすね、 R って書いてあるんで右肩、はい、こんな感じですね。うん、で間違いなく失敗なくつけれたと。うん、痛々しい、いいじゃないですか、ね、ゴジラとモゲラとの戦いでねこんな感じになっちゃったんですね。うん、いいっすね。素晴らしい。でちょっとねせっかくなんで比較をしたいと思ってですね、これ持ってきました。デストロイヤーと戦ったバージョンのゴジラ、通称デスゴジってやつなんですね。実はゴジラ特に平成 VS シリーズはね、毎作品似てるようでスーツが違うんですね。うん、例えばキングギドラと戦った時のゴジラはギドゴジって言われてて、でこいつはデストロイヤーと戦った時のゴジラなんでデスゴジって言われてますね。うん、でスペースゴジラと戦った時のゴジラの門圧が出てないのかな、ちょっと僕その辺あんま詳しくないんで分かんないんですけどね、とりあえず今回はねこのデスゴジでちょっと比較してみようと思います。デスゴジかっこいいな、久しぶりに見たけどやっぱかっこいい。最高。並べてみるとこんな感じですね。うん、ゴジラの方が色がよりダークなんですね、黒い感じになってますね。で顔がさっきも言ったんですけど、スペースゴジラの顔は結構マズルが長め で下顎が細いんですよね。うん、ゴジラはマズルが短めで下顎もちょっと太めなんですよね。わかるかな？わかりますよね。でも背びれがもう全然ゴジラの背びれって感じですよね。これぞ。うん、でさっきのスペゴジはもう水晶なんでね、全く別物。うん、ですね。うん、いやー最高！最高っすね、これ。ね、この分度動画止まんないですねこれ。この辺も全然違うな。うん、ゴジラは真っ黒な、特に何にもないんですけど、まあ、スペゴジラはこういう感じでね、ウェッティななんか造形がありますね。こうやって戦わせてね、分度動画はかどりますよ。はい。実際スペースゴジラめちゃくちゃ強くてね、ゴジラはもうかなり劣勢だったんですけど、途中からねモゲラを課税して、まさかのね、モゲラはあのゴジラを倒すために作られたものなんでね、ゴジラの敵なんですけどね、骨
本来は人間が作ったもので、敵同士の2体が組んでこの宇宙から来たスペースゴジラと戦うっていう、もう胸熱展開ですよ。そういう展開になって、ちなみにモゲラももうすぐ、まだ今も予約してるんじゃないかな、モゲラのねリニューアルバージョンがね、プレミアムバンダイさんの方でね今予約受付中だと思うんでね、これを買った人はもう絶対買っといた方がいいっすよ。やっぱゴジラかっこいいな。なんかあれだな、ゴールデンレトリバーと柴犬みたいなド派手な海外産と武骨な日本産みたいな、なんかそんな感じありますよね。素晴らしい。皆さんはスペースゴジラとゴジラどちらがお好みですかね。決められないですね。どっちにも良さがあって、僕はどっちも最高です。ブワーッつって、ジャーンつって、こんな遊びばっかりしてますね。はいはい、いかがでしたでしょうか、初めてのレビュー動画。まあやっぱね、なかなか難しいというかね、やってみて分かったことなんですけどね、難しいですねレビュー動画。これから回を重ねるごとにね、僕成長していくと思うんで、はい、こいつレビューちょっとずつ上手くなってきてんなみたいな感じでね、そういう目線でね、親目線で楽しんでもらえるようなレビュー動画あってもいいんじゃないでしょうか、はいって感じですね。まだまだ紹介したいおもちゃいっぱいあるんで、また次の機会も見ていただけたらと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、それでは皆さん、また。Shadow